こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は夏休みだからこそのシリーズの、高校3年生、特にですね、受験はあんまり考えてないんだよねというところで、例えばの例として、工業高校って書いたんですけれども、そういったところから、最先端の、技術を生かすような、就職がしたいんだけれども、どうしたらもういいんだろうねって、勉強はあんまり得意じゃないし、大学っていうのもあんまり考えてないんだけれども、専門学校に行こうかななんていうところを考えていたり、理系の勉強が不得意なんだけれども、本当は理系の大学に行って、理系の就職ができればななんていう夢はあるんだけれども、数学だとか理科だとか、その辺はやっぱり勉強は追いついてないし、受験で、点数が取れるような自信もないし、どうしたもんかな、もやもやとしている、高校生、高校3年生がもしいたらですね、こんな道もあるんじゃないのというところで、ちょっと考えてみました。で、きっかけになったのがですね、YouTube で配信をされている山内さんですか、大学の経営コンサルかなんかをやっている方だと思うんですけれども、日本の大学全部行った男っていう形で、始まる動画、皆さんもご覧になっている方多いんじゃないのかなと思うんですけれども、その方が、昨日だか一昨日だか、配信されていた大学で、そういう大学あるんだと私も、ちょっとびっくりしたところで、ちょっと調べてみました。で、こちらがですね、募集要項を、めくりながら、主要なところを拾ってきたんですけれども、まず1個目ですけれども、学校推薦型の選抜っていうところで、まとめられていて、で、一般選抜の方は、大学入学共通テストがあるので、先ほど申し上げたような、例えばですけれども工業高校に通っていて勉強はあんまり得意じゃないんだよねっていう方だと、この一般選抜での合格を狙うというのはちょっと厳しいのかなというところになってくるかと思うので、総合型選抜のオープンキャンパス参加型というのに私は目をつけまして、で、オープンキャンパスに参加をして課題レポートを書いて、で、実際の入試というところでは面接試験を受けて、で、書類審査がありますよ、これだけだったらなんとかワンチャンあるんじゃないの、頑張りがいがあるよねというところで、まずこれを一つ、考えてみていただく。で、プラスアルファですね、学校推薦型の、選抜の、特に公募制の方ですね、指定校の方ではなくて公募制の方で、受験していただくと、面接と、書類ということになりますので、アドミッションポリシー等々をですね、しっかり読み込んでいただいて、で、願書を出していただく、で、それについてしっかり面接で受け答えができる、何を考えているのか、どういうことが勉強したいのか、なぜこの学校なのかというところをしっかり受け答えできれば、もしかしたら合格できるんじゃないのというところにつながってきているところです。で、次なんですけれども、こちらが出願書類の一覧ということになっているんですけれども、先ほど私が目をつけたオープンキャンパス型ですと、願書を出して調査書を出して、で、エントリーシートと課題レポートということになってきます。で、課題レポートはオープンキャンパスに参加をすると、そこで、だいぶ何について書いたらいいのかとかですね、そういったことが、教えていただけると思いますので、ぜひこれは参加していただければなと思います。で、学校推薦型ですと、志望理由書というのを書かなければいけませんので、そこはですね、アドミッションポリシー等々を見て、書き込んでいくっていうことになると思うんですけれども、ぜひですね、このオープンキャンパス参加型を受けて、この課題レポートをしっかり、やっていただくことによって、この志望理由書っていうのも書きやすい状態になると思いますので、ぜひこのオープンキャンパスに参加していただいて、で、こちらのオープンキャンパス参加型と公募制と両方二股かけるような形で、考えていただけたらなと思いました。
て、こちらがですね、試験場なんですけれども、オープンキャンパス参加型ですと、大学まで行って、試験を受けなければダメですよ。でここに仙台という文字がありますけれども、まあ、私わざとですね、大学名をまだ申し上げずにお話をしていますけれども、ここに仙台という文字が見えてきていますので、まあ、東北の方なんだろうなという、まあ、お聞きいただいている方は嫌な予感がするかもしれないですけれども、まあ、東京の華やかな、大学生活とはちょっと無縁のところという覚悟はしていただかなければならない、いい大学ということになります。で、学校選抜の公募制の方は東京でも受けることができますので、まあ、オープンキャンパス参加型で願書を出して、で、選抜期日がもう9月から始まりますので、 A 日程 B 日程 C 日程11月ぐらいまでにはある程度年内受験という形で結果が出るような形になります。でプラス公募制の方も11月25日に選抜になりますので、こちらも年内受験ということになります。で、次がですね、こちらがオープンキャンパスに、参加を必須として、課題レポート、面接、あとは書類審査、これを受けてくださいねという詳細になります。で、オープンキャンパスの日程がですね、もう今週の金曜日というところで慌てていただかなければならないです。こちらが8月4日金曜日で、もう1回チャンスがあって、そちらが8月26日ということになりますので、まあ、現実的なラインとしては8月26日の方が行きやすいのかなというところですけれども、もしこの動画を見ていただいて、で、とりあえずはホームページを見る等々で、分かることを調べていただいて、でフットワークの軽い方は、今週の金曜日まだ申し込み間に合うようですので、私ちょっと5分前ぐらいに、ホームページから、見てみましたけれども、まだ、参加、受付の、ページが出ていましたので、まだ間に合うのかなという気がしています。で、口頭諮問のところについてですけれども、志望動機、電気自動車システムに対する学習意欲、あとは英語、数学、理科、物理または科学についての基礎的な学力や思考力や、多面的総合的に評価しますよということになっていますので、一般入試でということになると、共通テストで英語、数学、理科、この辺を勉強しなきゃいけないですけれども、どちらかというと、こちらですね、学習意欲の方で、特に電気自動車について、学習意欲がありますよというところをしっかりアピールできれば、もしかしたら合格できるんじゃないのかなということになってきます。でただ、お金の話なんですけれども、一応私立の理系ということになって、工学系ですので、まあ、一般的な私立の理系と、同等の金額ということになってきます。初年度納付金が158万円、まあ、160万円ぐらいになってきますので、そこは、お父さんお母さんとぜひご相談をしていただいて、で2年目以降はですね、この入学手続き金が、24万ですか、これが、なくなりますので、まあ、130万ぐらいですかね、の学費ということになります。でプラスアルファ、教材費ですとか保険料がかかってきますので、まあ、オープンキャンパスに参加されるようであれば、その辺がどのぐらいの費用がかかるのかというところと、先ほどちらっと東北の方だよねというお話をしましたけれども、当然一人暮らしということになりますので、一人暮らしにかかる費用がどのぐらいになるのかというところも、考えていただかなければならないと思います。で、まあ、田舎の方ですので、その市だか町だかがですね、格安の、市営住宅だか町営住宅だかを、学生向けに提供してくれているというお話もありますので、ぜひその辺ももしオープンキャンパス参加されるようであれば、同時に調べてきていただいて、でプラス、アルバイトをしてということをお考えになるようであれば、あまり田舎の方だとアルバイトをするその、アルバイト先がない場合もありますので、その辺も合わせて、町全体を見学してきていただくという形で足を運んでいただければなと思います。ぜひこの夏休み、あまり、まあ、受験ということで猛勉強されているというレベルではないよという方
は、まあ、旅行がてらお父さんお母さんをずっと一緒にですね、種明かしをするとこちらの大学です。電動モビリティシステム専門職大学ということで、場所が山形県になります。米沢からの方が近いと思います。山形市よりも米沢だと思いますので、一番最寄りの大きなと、都市というほどの都市ではないですけれども、大きな町が米沢だと思いますので、そちらはいかがでしょうかというお話でした。ホームページを見る限りにおいては、だいぶ最先端な技術について学べる大学だと思いますので、ぜひこの夏休みですね、まあ、理系のこと、技術系のこと、機械系のこと、電気電子系のこと、特に自動車に興味があるなんていう高校3年生、でもな、学力がな、どうしようかなという形でモヤモヤを抱えている高校3年生、夏休みの間にですね、まあ、見てみるだけただですので、見てみていただいて、で、興味があるようでしたら、まあ、交通費、かかってしまいますけれども、まあ、YouTuber の、ブラック先生と名乗る変なじいさんに騙されたと思って、電車代ぐらいは損してしまうかもしれないですけれども、オープンキャンパスで1日使ってみていただくというのは、まあ、後から考えてですね、行かずにいて、後から行っとけばよかったかなと思うよりは、行ってみてなんだよこんな大学かと思って、の後悔の方が、まあ、軽い後悔になるかもしれませんので、ぜひそこのところをお考えいただいて、で、まあ、オープンキャンパス行ってみてはいかがかなという動画でした。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。